高砂キララマダニはマダニカキララマダニ属に属するダニの一種である。大型のマダニで東南アジアの他に日本では関東以南に分布する。日本に分類する他のマダニカの多くがそうであるように三宿主生で幼虫、若虫、成虫の三つの発育器それぞれで別の個体に寄生する。人への寄生例が多く、成虫はイノシシ、馬。 人などの大型哺乳類、幼弱期は中、小型哺乳類、鳥類、爬虫類に寄生が見られる。また、幼虫は小型で、運動能力に乏しく、成虫に比べ歯に、集団で待機するという習性があり、死傷症の場合には大量の幼虫に死傷される例が、報告されている。富山県では従来高砂キララマダニの記録は、ほとんど見られなかったが、 近年のイノシシの定着に伴って、イノシシと関係の深い本種による人体死傷が発生するようになった。これまでに病原体不明の熱症が報告されるなどすることから、ある種の後反熱群リケッチアや重症熱性、血小板減少症候群の原因となるウイルスを保有している可能性が指摘され、重症熱性血小板減少症候群のほか 何らかの病原体を媒介する可能性が指摘されている。ウィキメディアコモンズには、タカサには、高砂キラーラマダニに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズには、には、高砂キラーラマダニに関する情報があります。ありがとうございます。